なんでそんなガードするんですか。ウォールマリアを展開おバトルです。いや、生クリーム強い。仕事するんでやめてもらっていいですか。いや上さん、はい、ついに手を出しますよ。いや、って言われてもピンときません。え、甘いものですよ。甘いもの作りたくないんですけど、作らざるを得ないんで、今日は。わかりました。温室に戻しておいたクリームチーズをボウルに入れ、柔らかになるまでホイッパーで混ぜる。トライ、レッツトライ、頑張って。怖い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 、いいの。あー、おう、ウルトラマンみたいな声聞かれなかった。ギューって声聞かれなかった。今人の声だったよ。今すごい飛ぶんですね。大きさ角度です。あ、あ、いや、ちょ、もっと縦です。ポイントだ。おい今の最後なんであげた最後なんであげたんだよ。なんか普段の時全然気になんないのに、もなんかめちゃくちゃ気になるじゃん。お疲れ様です。マシンなの。あ、よし、大変お待たせいたしました。わあ、森さん、なんかそう来てました。そうですね、なんか、はい、なんでかわかんないけど、腹パンを何発か買ったようにティラミスを食べたことない人が作ったティラミスです。すごい、信じてるか。すさまじい。クッキーは分かっておりますけど。なるほど、スポンジ層的なものはないタイプ。ティラミス食べたことないんで、ティラミスが何なのか分かんないです。そのレベル。はい、そのレベル。はい、ティラミスの概念、私このなんか上に黒いの乗ってるイメージしてなかったんです。ワンちゃんのブランデーとかラム酒とかさらしとりとかすると美味しい。いただきます。うん、いや、間違ってない。ティラミス。おー、あの、全年齢対象版って感じですね。もうずっとクリームね。いや、いい、いい。でも食べたことないんですよね、ティラミス。はい。で、ある程度レシピを見ながらも雰囲気を作ったんですよ。はい。超一流料理人の判定は合格。
本日もありがとうございました。ごちそうさまでした。